一個確認していいですか。ブロックされて逃げられたって言っている人がいるんですけど、も,もしかしてよくやってるんですかね。なんか過去に炎上したことあります？あ、あります。他の被害者の方がなんか騒いでるんですけど、すみませんあのちょっとですね、あのすい言いにくいんですけど、別の被害者の方から、ねはい、連絡。他にははええとですね、他の方から今来てまして。 続いての方。もしもし。はい。内容の方お願いします。イラストを、ブイチューバーの人に依頼したんですけど。えー、はいはい、ブチューバーの方か、じゃイラストレーターもやってるってことなんや。はい、で、三月の末に依頼したんですけど。はいうん、そこから、全然なんか、返信っていうか、進捗の、知らせが来ない。で、六、うんはい、月じょう、ん六月に。 納品できるってことだったんですけど返信も来ないでラフも来ないでっていう感じで,、うん、で一応なんかラフは送りますみたいなのが2回ぐらい来てて送ります送りますっていうのがでそこから全く返信がないですラフすらも来てないってことはあれだねなえい何も書いてないね。<laughs> <laughs> ねうん、ラフまあ下書きみたいなもんだよねラフがあってね、まあ、こんな感じでそうそうそううーんなるほどこれちょっと依頼したってことなんだけどこれはいくらでですかキャラクターと背景込みで円、うん、はあ9,000円で、はい、払ったのえっとなんかラフ送ってから料金のなんか振り込み先を教えてくれるみたいな、うん、だからまだ一応払ってはないんですけどじゃあお金の被害はないけど まあ時間だけ奪われてるみたいなことかあそうですねでなんか今学校で送れないっていうのとで二回目がなんか引っ越し作業があって送れないみたいなでも配信とかはしてるんですよビ t u b e r の方なんでえーと大体学生さんってことですかえ多分大学生 あなんかでもイラストの募集みたいなツイートもしてて、うん、何が目的なんだこいつはじ <laughs> ゃ <laughs> イラストの募集してこうこうこういうイラストを書いてくださいっていう連絡事で分かりましたって言って相手の時間を奪いたいだけの人ってことそうです一向にラフしてなくてないんでうんなるほどねまあ確かにそれはひどいけどねまあでももうこっちの判断でもそいつはき もう別の人に頼むっていうのをしないと時間が無駄だと思うけど <laughs> まあ送りますって言って送ってないってことねうん引っ越し中で作業がなかなかできないうん4月上旬にいただくことで可能でしょうかうん納品後の試合で大丈夫ですまあ、で結局これ来てないからなんとかしてくれってこと それと、あとなんか、うん、新しく募集をしてるんで。うん、だから他にあのー、また新しい被害者が出るんじゃないかってことね。<laughs> 今配信中やん、YouTube で。あ、そう、そう、ね。今配信中やで、こいつ。え、今出れないから友達欲しいから、突待ちしてるやん。突待ちして、ちょっとこれ、突死に行くわ。すごい。こんな奇跡が。今、なんか、ナウロード、ローディング。 来来来来た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 ちょっと一応名前これこれだと多分電話出てくれなそうだが新人 VTuber にするね新人 VTuber トハヤト守るにしようこれ何えみんなこれどうやってやるのこれ2頭の馬をクリックして何かあのとつまちのサーバーにログインするのになんか謎のなんかゲームやらされるんだけどこれ何 ?2 頭の馬クリックしてくださいどういうことこれこんなにいっぱいクリックしていいの普通にこれでいいのかな何かできないんだけどこれこれ何これ NTT をクリックしてくださいって何え、NTT って何え、終わるっつってる、ね、終わるって言ってます。あー、てかもうバレてんのか、リスナーが言っちゃってるんだ。終わっちゃいました、リスナーのせいで。まあ、じゃあ普通に DM 送るか、ちょっと話したいことあるのでって。あ、もしもし、はじめまして、聞こえますかあ、はい。あ、はじめまして、えっ、ー、と、これ、なんていうんですかね、うみうしかなたさん。あ、はい。あ、すいません、ちょっと私ですね。 ふわりさんの代理人のもので、はい、ふわりさんからですね、あの多分イラストの依頼か何かを頂い,いてると思うんですけども、はい、なんかいまだにこうイラストがいつまでたっても送られてないと言いますか、あ,そ,れあそうまたあれ納品されしてませんよね、多分はい納品してないですし、はい、あのなんかラフも本来でしたら、その6月に納品予定だったにもかかわらず、そのラフすらも届いてなくて、ふわりさんからあ。そうですね なんでこんな遅れてんだっていうのとこんな遅れてるのにあの新たになんかそのイラスト募集とかしてるんでどういうつもりなんだこの野郎って来ててあすいませんた多分私の方が DMDM で管理してたので多分それで流れてしまってなんでこんな遅れている私の方がちょっとそれは私が管理不足ですね本当に申し訳ないですえっとなんかそのふわりさんによるとなんかしか、はい、された、はい、みたいな感じだったんですけどこれは、ね、仕方しかとはしていない え、ふわりさん、これ、返事来なくなったんじゃないの6月の16日から来なくて6月の16日以降、なんか返事が来なくなったって言ってますけど、ちょっと待ってください、見てみますね、はい、すみません、こちらこそ申し訳ないです、はい、ちなみに6月、やっぱ納品だったので、やっぱ人を待たせてるわけじゃないですか、はいまあもし書けないんだったら、最初から書けないって言った方がいいような、あ、はい、うん、ちょっと待ってくださいね、<で>今後これ、だって待,ま待てば、じゃあ書いてくれるのかって話じゃないですか、これはど,どうしたらいいんですか、はい、このふわりさんは。 あもしあのその、迷惑料としてあるんだったら、その依頼の2倍のお支払い額を、一応、迷惑料として払わせていただくんですけど、えそう私の口なのでそ、それは神対応ですけど、まあ、その、言い訳になってしまうんですけど、やっぱ自分の自己管理ができてないっていうことで、<ー>基本的に依頼、自分がそのミスしてしまったら、うん、やっぱその、お支払いは全額返金しますし、納品も、うん、もし可能であれば納品して、うんまあ、お支払いの2倍の額で返金する対応で。 ちなみにこれあの、ふわりさんに関しては、はい、あの一銭も書いてないんですか書書いいててますすえ書いてるんですかあはい、ヤフーのほう、書いてるんですけど、私がちょっと、あのー、ちょっと学校だったり、ユーロでちょっと、ちょっとどうしても DM が見れなかったりとかで。 えってことは6月の16日以降、まあ、返事がなかったんですけど、ラフ自体はもうすでにできていて、ただ送ってなかっただけってことですか、はい、そうですね、ちょっと6月にちょっと芯の事情なんですけど、じゃあちょっと,っとラフにしてもらってもいいですかね。はい、以上ですちょっと待ってくださいね。はい、まあ、じゃあ,まあそういうちょっとね、うん、まあルーズな方なんでしょうね、じゃあ。あでもよかった、通話できて。俺、どうせこれ逃げるだろうなーって思いながらやってて。 よかったですよかったですなんか解決しそうやな <laughs> ちなみにあの、はい、ウミウシかなたさんはなんか今現在どれくらいの人から依頼は受けてるんですかあ全然依頼は基本的に受けてない形でただ声かかったら受けるって形でそうなじゃあこの人だけですか今はあ今はそうですね受けてんのはあとは VTuber の娘がいるので VTuber の娘が声がかかったらまあひとまずちょっとあのふわりさん今から来ると思うんで、はいあはい、一応僕も VTuber ですちなみにあはい,い 一旦ラフをちょっと見してもらってもいいですかねあ、はいちょっと待ってくださいあ、はいパソコンがちょっとどうしても動かないんでちょっと待ってくださいあ、は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 いこっちパッションあ、はいあ、はいあ、エディ、バディ、パッション、うん、こちら大丈夫でしょうかあ、大丈夫ですええ、ふ、はい、わりさんとカナタさんあ、こちらこそす,すいませんおの日遅くなってしまって、ね、うん うじゃなくてふ,てふ,ふわりさんはいではちょっとラフの方を送ってもらってもよろしいでしょうか。はい、ラフの方ちょっと今えじゃあ、ふわりさんに聞きたいんですけど、一応、このかなたさんが言うには、もしキャンセルするんやったら、依頼料の2倍の額を返金するっていうのと。はいはいえっと、8000円だったので、1万6000円のお返しで、一応、8000円だったはずです。9000円、1万9000円。お 一万八千お支払いさせていただくんですけどもしいやそれはもうふわりさんに決めてくださいふわさんがどうするいや私があの今回は私が絶対悪いのであのそれは妥協しないでくださいすみませんはいまだふわりさんがその返金対応してもらうのかそれかえっとまあ今ラフはもう書いてるみたいなんでまあそれ一旦見てイラスト完成させてほしいのかってでで次はもうちゃんと期限もう守ってもらうっていうはいどっちにするかっていうのはもうふわりさんが決めてくださいあもうできれば書いてほしい書いてほしい うしましたらえっ、ー、とちょっと一万八千の方がいいんやー。まあ全然その納品してあの発生あの九千のお返しでも全然大丈夫ですし。ええー？<お>それ紙紙紙対応じゃないですか。私がたあの私がどうしても納品遅れちゃったのがのイラスト書いてプラス九千円もらえるんですか？それはちょっとダメですよ。クリエイターとして。いや私じめなんで。ケジメ。 私が本当にただになっちゃうんでただ,ただ,ただいやいや<れ>儲かってる儲かってるえっとだからそのふわりさんがえっと私から9000いただいてえっとその半額もともと偏見数2倍だったお金の半分でそのイラスト描くって形になりますねえ <laughs> でも,えでもかい描いてもらえればいや全然あのそれは私がちょっと編みすぎるだろうなんで今までちゃんとしなかったんだこれとラフがちょっと待ってくださいね すごえちなみにふわりさんどういう依頼をしたんですか僕も今ラフか書くんでちょっと言ってくださいよ。えいやんか配信のサムネに使いたくてどういうキャラクターなん目,目とか<も>垂れ目とかつり目とかあるやん。垂れ,垂れ目,垂れ目で髪,は髪型どんな前髪とか、うん、ロングで右左が三つ編みしてるはい ロング、わからなすぎるだろう。三つ編み、耳、猫耳。猫耳だー。<し>はい、ラフ完成。<し> <laughs> ラフ完成しました。え、遅れました。すみません、ちょっと直撮りで。直撮り?。かなたさん、これは、うまいけど、これは本当に、この人のラフですか?。これ。 多分この構図があの私がちょっとあの別のキャラクター描いたときにアフワリさんのイラストにしようと思ったときに描いたものなので。まあうまいけどねもちろんうまい。まあだからフワリさんあじゃカナダさん普通に絵うまいよツイッターみたら、はい、うん、な。普通にクオリティ高い絵の。えっとお,お世話になってますじゃなくてな。お世話にはなってないけどね,ね、えっと、えっとなんだっけとえっと、うんえっと、ありがとうございます。はい、<だ>これがだから要はその依頼した通りの構図なのかですよね。構図はちょっと違う。 え <laughs> 違う <laughs> えこのイラストは誰かのイラストこれあのふわりさんそうですこれはあのネットで構図調べて出た時のああネットで調べた画像ねでネットで調べた画像がみんなどういう画像かねちょっと著作権の都合上見せれないんですけどこんな感じのイラストですねて、まあ、か手は写ってないんで、まあ、ほんとこんな感じの、うん、こんな感じのイラストこれを参考にしろって言ってるんだけど来たのがあこれだ <laughs> んっていうかあのすみません、なんか今、書いてる音しますけど、なんか今、書いてる、こういう感じですかっていうので。<laughs> ちょっと今、書いてるやん。<laughs> <laughs> 何をしてんのふわりさんが求めてるのは、こういうさっきの、こういう感じですかね。早 <laughs> っ <laughs> 早いな、君。そして、うまいな。俺が書いたやつのを、かなたさんが書いたのが、これです。うまい。 今秒で書いちゃったら秒で書いた割にはうまいなそしてまだちょっとじゃ構図変更で今日のこのお通話終わり次第30分後ぐらいまでにえ三30分後に何がラフが完成するってことラフはいえなんで今までやんなかったのいやこっちあのすいませんちょっとあの DM のぞいてなくてちょっと私時間はあったけどただ単純にもう DM はい忘れてたってこの子の存在を忘れとったってことあそなそういうことになっちゃいますねさんちょっと 1> 1個確認していいですか <laughs> あ、はい、他の方も、えー、と1か月放置された人がいるみたいで,でグッズも発送してないとかで、はい、あのブロックされて逃げられたって言っている人がいるんですけども,もしかしたらよくやってるんですかねこういういやブロックは基本的にしてませんてか他の方も結構あれですか納品守ってない感じですか本当に遅れる時はちゃんと遅れますっていうことは伝えてるんですけどじゃあ今回は伝え忘れあはい本当に今回私のちなみにかなさんなんか他にもはい なんか過去に炎上したことあります？あ、あります。その時もなんかこんな感じで炎上してましたもしかして？いや、全体のちょっと炎上のことはちょっと相手側ともうこれ以上話さないっていうことをするので。あそうなんですね。もうじゃあ30分以内にラフですけど、じゃあ完成はいつなのかっていう。完成がたえっ、ー、と早くて20三日になります。20三日。20三日。23。20三。23になります。ええもうめっちゃすぐやん。はい、今日ちょっと本当に急いで終わらしちゃうので。えー 三ヶ月待ったのにもう三日以内にできるってことはいちょっと頑張ります二十三日って初めて聞いた日本語やけどねあのすいませんあの本、ー、当ごめんなさいねうみしかなさんあの他の被害者の方があの返金もしてくれないとか言ってなんか騒いでるんですけどこれは グッズみたいですね、グッズのなんか返金対応してくれないって過去にツイートされてるんですけど、<あ>これは解決したんです、ね、グッズは基本的に返金対応してあります。あじゃあこれ解決したってこといあはい、そうです、グッズはあの1回、1> <当> <laughs> 私がちょっと発送全部できなくなっちゃって、1回全部キャンセルされたので、じゃあ1回あ、はい、1> そういうことがあったけど、はい1回全部キャンセルして。うん、<laughs> 分かりました、で、じゃあ、えー、7月の23日に完成品を送る、で、はい、30分以内にラフを送るという。はいはい はい、ふわりさんちょっとこのままあのもし大丈夫であればちょっと通話つなげたままおおラフの方をえっとその添削しながらお願いしたいんですけど大丈夫でしょうかわかりましたはい大丈夫ですみませんお手おかけしますわ、はい、かりましたじゃあまあできたら僕にも見せてくださいよラフわかりましたじゃふわりさんもそれでいいんですかはい、はい、大丈夫です大丈夫です残り2人ではいっていうねまあ、ことでちょっと30分後見ようどんなラフができるのかあでちょっとね かなたさんの話にちょっと戻っていいですか <laughs> す,すみません、ちょっとですねあのすい言いにくいんですけど、あの別の被害者の方から、ねはい、連絡が。はい、ここに入れていいですかね。あ大丈夫です。えーっとですね、今ですね、かなたさんから被害に遭ったというあの新人 VTuber の方から連絡が。<laughs> あはいかなたさん、ちなみになんか今トラブルになっている人いないですよね、はい、他かに。いないです。本当ですか 娘だけなので娘とアトとその娘から来てますはいはいその娘からちょっとまあ、とりあえず入れますねはい、えー、娘っていうのは皆さんねあの V チューバ界隈のまあ、用語みたいなもんで V チューバってイラストで皆さん活動してるじゃないですかでイラストレーターのことはお母さんなんですよだからイラストレーターの娘っていうのは自分のイラストを使っている V チューバ のことを娘ってうむす娘に裏切られてるやんあ娘さん来ましたかねもしもしあもしもしこんばんははいはいはいなんかあったということでみんな同じようなこと4月の四、ええ、月の7日にイラスト依頼をしましてえ、結局どうなのこの話はどうなったの結局してくれなかったのしてくれないというかなんかデータが吹き飛びましたって言われまして <laughs> なたさん <laughs> はい データがちょっとなくなっちゃったんでちょっと「すいません」って納品遅れますってことを。<laughs> でいつになるんですかこっちに関しては <laughs>。そっちも、えっと、今月中にじゃあ今週か今週中に仕上げる予定です。今週中じゃあ今週中28までですかとしましては、ええ、そのいつまでに納品ができるのか聞きたかったので。ってことはまあじゃあ今週中という今回答を得たんでってことですよね。はい、はい できるのであれば、はいお願いしたいです。いやうまいですけどねイラストがイあそしたらあのちょっと名前を捨てるんですけど、そしたらあのお支払いもあの負荷で大丈夫です。データ。おめそれ言えばいいと思うなよ本当に。いや本当にあのあの納品遅れた身としてはお金もらう資格はないので。それは払います。いやいらないです。いらないので。 これ後であの二人でお話しすれば脱出するときにじゃみ、ね、こういう風な人はもういないですか他にいないはずです本当に他にはイラはえとですね他の方から今来てましてですねちょっと名前は伏せますが、はい、カナダ様に依頼をしましたと、えー、依頼をしたところ被害を受けましたカナダさんもちろん納品遅れたのいっぱいあるあそうですねありますね これは何が原因なんですかねだって忘れてるとかじゃないでしょ、はい、さすがに学校の多分用事でどうしても忙しいんだ学校があはいじゃあなんで依頼受けるすんでそうですねお金がどうしてもちなみに最後に依頼募集したのはいつなのふわりさんなんか言ってたよねなんか依頼募集してたとか言ってえなんか多分先週くらいあ,そう,、ね、あそうか先週か先週募集してるやん依頼そうですね1枚だけちょっと いやいや,いやいや、い納品できてで<今>ないのが三枚、今、現時点で3枚もあるのに、なんで新しく募集してんだよ。まあ、それは私が本当に。しかも、今日は、あのー、さっき、と待ちしてましたよね、配信。はい。<笑><笑>どういうこと配信してるやん。はい、配信してます。何、フワイさんど、何なのお金を稼ぎたいのそな何がしたいのお、うん、あ、ごめん、ま、間違えた、あのカナダさんあ、まあ。お金、ちょっと休養で必要になったから、ちょっと。 うん、依頼を募集しようって思ったんですけどやっぱ自分で依頼受けるにもお支払い最後にしようっていうので後回し後回しっていうのでどうしてもお支払いを最後にしてもらうから、うん、なんかそのなんていうの後回し癖がついてしまったなと思って自分の中で反省しております金沢さんすごいうまいのにね、うん、この子めっちゃうまいよ絵だからもったいないよ本当に。 すいません申し訳ございませんじゃあとりあえず娘さんに関しては今週中で、はい、えふわりさんに関しては23日までにはい、はい、あれちなみにラフはもうできましたあもう今線回やってますえ見せてくださいようますぎますラフうまいねはあいいじゃないですかふわりさんあじゃないよカナダさんダメだ俺今日ボケてるわ、はい、すいませんわ <laughs> かりましたじゃあもうなんかいっぱい来てるんでも とりあえず、もう今月中に全部生産させましょうよ。あ、じゃあ、そういうことで、うん、ありがとうございます。すはい、はい、どうもです。まったく。うん、才能はあるんだろうけどね。